人生は一杯のグラスのようなものだ。大切なのはそこに何を注ぐかである。お、来た来た。ご苦労様です。彼は今年人生に新しい楽しみを注ぐことにした。妻の説得には多少手を焼いたけれど。その妻です。会員制生ビールサービスキリンホームタップ始めます。ここまで長い道のりだった。いらないと思う。いやいや、特別な生ビールが家で飲めるんだよ。ビールなら家にあるし。泡のクリーミーさが違うんだって。そもそも贅沢。おっしゃる通り。ただそれ以上の価値があると思うんだ。はい、最初の一杯。ありがとう。会員制生ビールサービスキリンホームタップ始めます。泡のクリーミーさが違うんだってよ。頼むことがあるかもしれない。はい。手入れが大変そう。簡単らしいよ。さまさま贅沢です。おっしゃると。お疲れ様でした。撮影になりました。お疲れ様でした。ありがとうございました。2回目。すみません、2回目の。すみません。ありがとうございます。もう寒い中で、本当に良かったですね、最後。はい、予選に入れてありがとうございました。ありがとうございました。また聞いてください。はい、どうした。ありがとうございました。本当に天海さんっていうのは礼儀正しくて凛とした女性で、ね、本当に初めてなんですよ、はい、ちゃんとこう共演をさせていただくのが、はい、非常に光栄に思っております。本当に礼儀正しくて凛とした女性で、上司にしたい女性のトップ10に入られるだけのことあるなと思って共演をさせていただいておりました。まあ、本当に知り合いとしてはもう昔からいる意味で知ってるので、やりやすいというか気楽にこうできるように CM を撮らせていただきました。はい、満を持して夫婦役をやらせていただけてですね、ありがとうございます。光栄の極めでございます。ありがとうございます。私いつも喜一さんと呼ばせていただいてるんですけど、もうこれだけすごい先輩なのにとってもドンと受け止めてくださるというか、懐が広いというか、だから本当にこんな憎まれ口叩いても普通に返してくださる。笑いながらね、返してください。それさ、はい、憎まれ口叩きますよって言ってる感じがする。そう、あれ言ってませんでしたか私。そう、すみません、あんまり憎まれ口に思ってなかったんだけどな。とっても楽しかったです。なかなか素敵な景色の中コマーシャルを撮らせていただけたんですけど、すごくすごく楽しかった。とても厳しいスケジュールの中もなんか穏やかですね、喜一さんって。私顔が割と、私の場合割と切ってシュッて引き締まってしまうんですけど、そういう時う前日に切り替えるようにしてます。すごい。でまたこの景色が切り替えさせてくれましたね。そうですね、はい、また美味しいし、ホームタップのビールが。そうですね、美味しかったです。でも CM 中に飲むわけにいかないですからね、そんなにガブガブがね。ちょっとずつ、はい、ちょっとずつ泡だけ舐めたり。とっても素敵な時間、ありがとう。こちらこそありがとうございました。なんかこうどの夫婦でもある
っていうんですかね、多分あの何かこう欲しいものがあったりすると、もうその結婚をした途端にその自分の好きでは買わないっていう、なんかこう奥様と一緒にこう相談しながら買っていくとか、なんとか説得しようとするっていう、そういうなんかこう細かい、気遣いの仕方というんでしょうか、その家庭内でのマウントポジションどっちが取ってるかみたいなね、そういう感じがこの CM の中に細かく出てると思いますのでそこを楽しんでいただけたらいいかなというふうに思います。私はその辺がちょっと正確にわからないんですけれども、ちょっと疑似体験させていただけたのと、あとはもうやっぱり私でも喜一さんでも誰がやってもこんなに綺麗な泡ができるんだってことを見ていただきたい。もうあのやらせなしですから、本当に楽しかったですね、うん、注ぎたくなるね。なります。操作をするのも楽しいっていうか、出来栄えが楽しいよね、はい、自分が飲みたいだけちょこっとも飲めるし素敵、うん、はい、で私はそのこれを欲しい、ホームタップが欲しい旦那さんをちょっとこうって言いながらも、自分は飲みたい、自分も飲みたい、こう割とツンデレな奥さんも楽しんでいただけたらなと思っています。本当にこう口触りがいいっていうんですかね、まあ、気軽に本当に飲める、家で飲めるというのはすごくいいような気がします。生クリームみたいですもんね、うん、私はあの本当に自分の好きな量を自分で入れられるのがとても素敵だなと思っていて、そんなにいっぺんに飲めない感じなんですけど、でもあちょっとずつこのくらいこのくらいって言いながら飲むのは楽しい、はい、でしかもこうなんか本当に口当たりがいい、柔らかくてクリーミー、泡が大事っていうのがよくわかるよね。わかります ね。ぜひぜひ、その泡を泡、この泡にたどり着くまでにどのくらいかかってるんですか。あんな泡のものってないんじゃないですか。だってご自宅でできるものでなんて、それが意外とちゃんと誰でもちゃんとできるんですもんね。そう、泡の粒が本当に均等というか、あれはもうびっくりしますね。ものすごいこだわりとものすごい自信を感じました。ビール好きの皆様への愛情を感じましたよ。審査員みたいな、はい、もうホームタップ審査員これ合格。